私が生まれ育った広島は一瞬で全てを失う経験をしましたあの日を知る方々がどんどん少なくなっていく中でどうやったら広島の過去が歴史から自分ごとになるのか1月の22日で核兵器禁止条約の発効から1年を迎えます核兵器の開発保持威嚇これは全て犯罪行為でもあれから1年 核兵器保有国は核抑止論を唱えてなかなか条約に参加をしようとはしません先日核保有国であるアメリカ、ロシア、中国フランス、イギリスによる共同声明が発表されました核兵器のないまた戦争もない 平和な社会を作っていこうという、このような世界的な世論の高まりの中で、保有国の焦りと苦渋に満ちた、そのような共同声明であるんだと考えております。えー、2つの提案があります。その1つは、条約に定められた世界の核被害者、グローバル被爆者を救援する、うん、課題です。これについては、定額国会議にですね、 日本の原爆被爆者援護法を作った日本政府を証人として招いていただいてそこで日本政府に援護法の制定についてのノウハウ内容などをヒアリングしていただくことを求めたいと思いますもう一つ日本の問題についてはですね、日本はどう,どうしたら非純国の仲間に入れるかということ といって徹底した議論を進めたい、特に国会に対してはですね、審議を求めていきたい。ぜひとも、核兵器廃絶と世界平和の実現を願う被爆者の思いを実現させるために、今後、政府には期待したいいと思います世界の核保有国に対して、やはり、えー 核の廃絶ということをしっかりあの自覚していただきながら、えー、核の廃絶をお願いしたいと思っております私たちは世界の核被害者の皆さんと連帯してこの運動をぜひ広げていきたいと思います核兵器をめぐる国際会議の行方を皆さんテレビ新聞等を見て情報へ出て 自分たちの考えを日本中に世界中に訴えていきましょう平和な世界は誰かが作ってくれるわけではありません私たち一人一人に役割がありますぜひ一緒に考え続けていきませんか